アフターファイアーは、マフラー内に残存している未燃焼ガスが爆発して、エキゾーストパイプから炎を吹き出す現象のことである。エンジンに供給される混合儀が異常に濃すぎたり、薄すぎたりした場合や、点火時期が大きくずれた場合に、燃焼室の中で燃焼が終了せず、エンジンから排気管へ未燃焼ガスが流出する。その際に、排気管内に残留する酸素と未燃焼成分が、 排気管の熱や他のシリンダーからの排気ガスの熱により爆発を起こす。なお、モータースポーツ車両では、コーナー侵入時などで頻繁に排気管出口から火を吹いていることがある。これは、減速時に十分なフューエルカットを行わず、未燃焼ガスが多量に発生し、排気管内の残留する酸素で爆発する空燃費にならないため、排気管出口で燃焼が起こるからである。 エンジンの燃焼室の後ろの排気側で発生することから本来、吸気側に吹き返す爆発を意味するバックファイアーと混同されて用いられることが多い。両者とも非常に大きい音が発生するが、走行中の車両から出る爆発音もしくは破裂音はもっぱら意図的に発生させることができるアフターファイアーであることが多い。なお、排出ガス浄化のために酸化触媒や NOX、 急増還元触媒、ディーゼル微粒子補修フィルターなどの浄化装置を持つ、ディーゼルエンジンにおいて燃焼工程後に燃料を追加噴射しつつ排気の排出を抑制して浄化装置を再生させる、ポスト噴射と呼ばれる方式は、アフターファイアを意図的に引き起こすことによって排気管途上にあるこれらの装置が再生するのに必要な熱を燃焼によって賄う方式である。排気工程で、 排気管に送られた燃料が装置で触媒燃焼されて、これらの装置が再生されるが、シリンダーに残留した燃料がエンジンオイルに取り込まれそのままエンジンオイルを希釈してしまう欠点がある。ありがとうございます。